ていきます。7番の中島が誘導員をかわす。上がってきたのは3番の江本が前に上がって残り600の鐘。さあ7番の中島は一旦下がって3番手、5番手の位置から前に上がる1番甲斐ですが、さあそれを見て2番田村も仕掛けていこうというところか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。1番の甲斐が前を叩いて先行体制、3番手キープが2番の田村、その後ろですが4番の佐藤と3番の江本で並走状態。バックストレッチ、さあまくっていった2番の田村、2番手1番の甲斐に並んでかわしていった。後ろは剥がれています。2番手は1番の甲斐が頑張っているが、その横あたりまで5番の井上が上がってくる。その後ろには4番の佐藤で4コーナーから直線。2番の田村が後ろを離す。2番手は5番の井上、2番の田村ゴールイン。2着5番の井上です。